はい。えー、どうも皆さん、こんにちはえ。今日はですね、星空の雑談をさせていただきたいと思います。久しぶりにね、えちょっとあの、天体の話、で、そしてソニーの GM レンズとか、ソニーのカメラの話、などをしていきたいと思いますんで、お時間のある方はぜひね、お付き合いのほどよろしくお願いします。今日ですね、私ね、一台のカメラを、えー、なんて言うんだ、衝動買いしました。とある方とね、会話をしていて、で、急にね、それが欲しくなって、で、検索したら物があったんで、 で、ポチってしまいました。ものは、まだ届いてないんですけど、はい。機次第ですね、またご紹介させていただきたいと思います。α7R4 の、まあ、簡単に言うと、天体改造仕様のカメラを購入しました。で、まあ、それを買ったのを皮切りに、いろんなレンズがね、気になってきたということで。で、すでに私はね、GM レンズで、昨年、おととしと、星の適性を 比較検証とかで動画アップしてきましたよね。であれはあくまでテストなんですよね。作品とかそういうのじゃなくてあくまでテスト。比較をしてでそれで比較終わったらおしまいみたいな感じだったんですよ。そこから一歩踏み込んでちょっとやってみたいなっていうことで。でそのためにはですねやっぱりねこういう赤い星雲映ってほしいなっていうのがあって。まあ、ワイドアングルで ね、天の川を見せたりとかするんだったら必ずしもこういう赤い対象ってなくてもいいと思うんですよ。なぜなら、これ 85mm で撮ったんですけど、シグマのレンズでね。これなんかは褐色のこういう色付き、黙々っていうのが天の川にはありますよね。 でですので広角で撮ってもモノクロっぽく写るんじゃなくてちゃんとこういう褐色の天の川のカラー写真をしっかりとね留めているということでいいんですけどでもね寄っていくとですねどんどんやっぱり色が寂しくなってくるというのがあってやはりこういう赤い星雲でちょこんとあるこういう青い星雲みたいなものが色鮮やかに写ってほしいよねっていうことになるんですね。 でそこでですね、まあ、今回、まあ、改造機を手に入れ、はいで、そしてレンズもですね、まあ、この今、私がね、星に押しているソニーの E マウントのレンズは2つあって、1つは 14mmF1.8、もう1本がこちらの 50mmF1.2GM のですね。 はいこれもね、天の川をね、横倒しで綺麗に撮ることができます。これはこれでね、えー、撮ってみたい。そのカメラを使って撮ってみたいというのがあります。ですが、もうちょっとね、焦点距離伸ばしたいなという気持ちがありまして。うん、で、まあ、今悩んでるのは、135mm の単焦点 F1.8 か、もしくは 7200mm の F28GM2 ですね。この2つで悩んでるんですよね。うん で、ズームレンズっていうのはね、まあ開放 F 値がまあ当然 F28 ですから、で、開放 F 値そのままで星を取るってあんまり僕しなくて、初周差がいろいろ出てくるということで、ちょっと絞るのがいいんですよね。で、そのちょっと絞るとですね、たちまち開放 F 値が F28 だから、ちょっと絞ると3.5とか3.3とか、で、ちょっと行くと F4 とかになっちゃうということで。でそこで、 まあやっぱりね、単焦点の 135mm だと F1.8 ですから。からちょっと絞っても F2.2 とか2.4とか、そのあたりで撮影ができると。あ、はあ、い、いうことで、今ね、どっちかというと 135mm 側に気持ちが傾いてます。はい。まあそこはね、えー、おいおい決めていこうかなって思ってるんですけど。はい。やはりね、カメラレンズで、まあ、星空を撮影。 しようと思ったら、あの、成形写真とかじゃなくてね、地上の景色入れずに、星空のフィールドの中の一部を切り、切り取って、で、それでバーンと見せる。こういうスタイルですね。で、やろうと思ったら、やっぱり、まあ、そうですね、50ミ、mm、リ以上。これは85ミ、mm、リ。で、できれば135とか200とか。で、300超えると、天体望遠鏡とかぶってしまうんで。なので、スイートスポットは本当は200ミ、mm、リなんですね。200ミ、mm、リのレンズが欲しい。 200mm の F2 のね、22のレンズがね、ソニーの E マウントでもしね、ソニーさん出してくれるんだったら、ぜひ、お願いしたいと思います。はい。ですけど、現状それがないんで、135mm、F1.8 の一択かなって、単焦点で言えばね、はい、そのように考えております。うん。で、まあ、画素数がですね、α7R4 は6100万画素ありますんで、ですのでまあ、ある程度ね、まあ、クロップ体制が、トリミング体制があるだろうと、 いうことで、まあ、そこも期待できるポイントですし。で、ポータブル赤道儀を使うということで、そんなに長時間、うん、まあ、露出かけれませんよね。なので、まあ、5分とかっていうのは無理。はい。3分でも厳しいかもしれない。135ミリだとね。ですので、まあ、1分とか、1分半とか、ワンショットね。それを複数枚スタックして、例えば1分だったら、1×8 枚で8分ですね。 はい。とか。1分半だったら4枚とか。そんな感じで適正露出っていうのを、まあちょっと探していこうかなって思ってるんですけど。はい。とにかくですね、お気楽なスタイルでちょっとやってみたいなっていうのがあります。はい。もうね、何年も前、10年以上前はですね、お気楽スタイルっていうのは本当嫌いだったんですけど。だけどですね、まあ今っていうのはもう全然真逆のスタンスになりましたね。もうとにかく頑張りたくないと。 頑張りすぎないと現地にパソコンとか持って行きたくないしでそのそもそもねそのアウトプット、ね、天体写真のその最終出力で、えー、よくありがちなのはそのほら淡いところをブワッと描出してみんなを驚かせたいみたいなここからいかにこう脱出するのかっていうところ <laughs> そこですねはい昔はねそれだったんですよね うん、まあ何でもかんでもあぶり出しゃいいっていうスタンスではありませんでしたけどでもやっぱり、えー、クオリティとあと描述この2つを兼ねそろえたまあきな写真を撮りたいよねっていう感じで昔はカラーアシストっつってあのほらモノクロとカラー望遠鏡とカメラ、えー、2台ね並列でどうかしてモノクロ専用の望遠鏡でカラー専用の望遠鏡モノクロ専用のカメラ で、カラー専用のカメラ。で、それを1台の赤道儀に、ドンって並列で、ね、2台並べて同化して、で、撮影してで、それを合成してみたいなことをやってました。はい。だけどね、今それができるかって言ったらね、いやー、ちょっとね、モチベーション的にね、そういう風じゃないんですよね。で、フォトコンやるわけじゃないですし、うん、もうあくまでね、この YouTube の中で私が自己満足して、で、完結すると、そういう流れなんで、誰かと競うわけでもないしね、 はい。なので、自己満足で一番ね、まあ、幸福度が高い。うん。アプローチって何かなって考えたときに、まあそのような形になりました。今私がずっと集めているこういう GM レンズ。ね、それぞれやっぱり特徴があって。で、いいものはすごくやっぱり星にね、再度使ってみたくなる。うん。で、それをですね、まあ今までの私のこの,の α α、え、無解像の α7r4。 これは赤い線がどんだけクローズアップして、なんちゃら線運をクローズアップしてもね、赤い線運なかなかやっぱり描出が厳しいっていうのがありました。ですが、改造機にすることによって、初めてですね、こういうレンズが生きてくる。そしてクローズアップ焦点135とか200とかね、22とかもし出してくれたらね、ほんと買いたいんだけど、そういうものにも手が回るようになると。 いうことで、まあ、今後、そういうお気楽ポーンスタイルでの、私なりのアプローチがね、はい、まあ、好循環で回っていくんじゃないかなっていうことを期待しています。昨年、おととしというのは、私は GM レンズ A、B って買っても、その A、B の写り、どっちがいいとか、ね、どっちが星向きとかね、そういう、まあ、いわゆるテスターですね。テストをする人でした。だけど、そのテスターから一歩脱却してですね、 はい。やはりね、作品とまでなかなか言い難いけど、1分4枚とか、1分8枚とかね、2分4枚とか、総録音時間が、まあそれこそ10分以内、うん、なんだけどね、1対象。だけど、まあそれなりに天の川の、まあ、明るい領域であれば十分映るんだよと。まあ当然なんだけどね、これはね。 で、淡い領域に行くとですね、どうなるかっていうとね、ジレ,ジレンマに陥るんですよね。まず、暗い空じゃなくちゃいけないとか、透明度が高くなくちゃいけないとか、で、淡い対象で、美しい対象って結構ね、天の川の中に埋もれてる対象とかがありまして、で、そういう対象、淡いガスをですね、画像処理で浮かび上がらせるとですね、星がパンパンに飛来してしまって、星だらけになっちゃって。 でそうすると星がうっとうしいってことで星を消したりとかごまかしたりとかそういう処理になってくるんですね。でそ,そっちにね陥りたくないんですよ。つまり、えー、無茶しなくてもそれなりに綺麗にお気楽に出せるそういう被写体のみと付き合っていくっていうこと。<laughs> だから無茶しなくちゃいけないような被写体はそもそも取りませんよっていうそういうスタンスですね。でそうするとね まあレンズ、画角とかのバリエーションにもよるんでしょうけど、年間ね、そんなに対象数取れないんですよね。はい。まあ、それこそ10、20とかね。だけどね、今の僕のモチベーション、レベル感だったら、それぐらいがちょうどいいかなって思っています。で、そこでもし火がついたらですね、次のステップがある。この次のステップ何かっていうと、その改造した α7R4 を今度は、私の手持ちのイプシロン 130D とか、 そういった望遠鏡にガチャッとつけてで、それで撮るってこともできますよね。はい。昔のね、だからまあ、7、8年前の私がやってた、10年前かなに私がやってたモノクロ冷却 CCD とか CMOS で、イプシロンで撮ってた時代のクオリティと、まあ、比較すると劣りますね、それは。はい。劣るのはもう明らかです。だけどその劣る劣らないじゃなくてですね、いかに天体写真と無理なく、 長くく付き合っていくのかってていいのかうところですねこの辺りを重視してですねまずはポータブル赤道儀の上にこういうソニーの私いっぱいレンズ持っています、はい、レンズをつけてでカメラをつけてで三脚皆さんお持ちの普通のカメラ用の三脚これ乗っけてこれ乗っけてで追尾する何が違うのって言ったら 赤外改造したカメラを今回買いましたよということと、もう一本ね、やっぱりね、中望遠、望遠域の焦点が欲しいなと。うん、だから135か。はい。200はね、やっぱね、ズームはちょっと、そうだね、星専用でズームっていうのはどうかなっていうのがあるんで、うん、やっぱりまあ、第一候補は 135mm ですかね。ただね、あれね、出たのが2019年なんですよ。うん。 なので、もう4年前ですかでね、年々ね、ソニーの光学技術って進歩してるんですよね。ですので、まあ、2023年、4年あたりに、どこかでね、まあ、望遠鏡のレンズバーンと出してほしいというところをソニーさんにはぜひ期待したいと思います。はい。まあ、とにかくですね、まあ、こういったカラフルな写真ですね。で、カラフルなんだけど、 そんななに強調しないこれはまあ天の川だから明るい領域だからまあ強調しなくてもこれぐらいは全然出せるんだけどだけど淡い領域例えばサソリ座のねアンタレス、はいまあ、あれが淡いかどうかはさておきああいうのを初心者の方が撮ると真っ先に周辺が原稿で落ち込んでしまってねですごいこうどきつい写真になってしまうというのがありますよね。 で、そこそこの強調が必要なわけですよ。だけど、その淡い部分のガスには、いろんなね、カラフルな色情報が詰まっている。はい。でそういったものをえ、極力引き出すとですね、どんどんゴージャスになっていく。で、これは分かってるんですよね。だけど、そんなにね、無茶しない。うん。なぜなら、ポタ石だから。はい。ポタ石で、まあ、露出時間も乏しいですし、そんなに枚数取るわけじゃないから、薄く、あ、でもカラフルに映ってるんだねって。 うん、もうその程度でもう十分かなって思ってます。はい。ポタ席でやっぱりね、ある程度こう、淡い部分を出そうと思ったらやっぱ無理があって、どうしてもね、天の川沿いの星がいっぱい密集してるところあたりでやりくりしなくちゃいけないっていう縛りになります。だけどね、もうその縛りで十分ですね。はい。年間でそれだけでも10を超える対象っていうのは撮影可能ですし、 はい。ですので、まあ、まずはね、できるところからっていうことで、まあ、カメラをソニー、ね、ソニーのレンズいっぱい持ってるから、でカメラも持っているしで、カメラ持ってるにもかかわらずまたカメラ買っちゃったっていう話なんだけど、それはまたね、えー、別の機会でネタにしたいと思います。で、実際に、えー、新しいレンズね、135mm なりを買ったらそこつけてで、これつけて、で、果たしてね、撮影うまくいくのかどうか。ノータッチガイドになるから。 ガイドシステムとかもねやりたくない今はうんいや来ろうと思ったらいくらでも来れるんですよね天体写真ってだけど、えー、お気楽で手を抜いていこうと思ってもいろんな道やり方アプローチがあります、はい、それを示していこうかなっていうふうに思っていますだからガイドはせずノータッチで淡いところはもう淡いまんまで出す 淡いところをいっぱいこう出そうとするってことはせずにはいで誰かと競うわけじゃないしはいとにかくまあお気楽で長続きする皆さんが気軽な気持ちであよっちゃんという人がやってるし自分もやってみようかなっていうノリで参入できるぐらいの壁、ね、参入障壁みたいなのを下げていってハードルをね で、えー、まあ、ネタにできたらなっていうふうに思っております。ですので、星空をですね、今後気軽にこういう皆さん、お手持ちの機材でね、みんな持ってるでしょこういうのあ、まあ。これはともかくね、ポタ先はともかくカメラはみんな持ってるよね。で三脚持ってます。で、あと、これ追加したら、あ、こういう写真も撮れるんだっていう感じで、今後見ていただけたらいいかなっていうふうに思っておりますんで、続報ですね。まずカメラ届きましたとかね、レンズ買いましたとか、そういった続報をぜひ、 ご期待ください。えー、本日は以上になります。ありがとうございました。